ける。来た。どういうこと。行きましょう。準備よし。力でみんなを守る。思いの力見せてあげる。どういうこと。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。ちょっと、
私の出番だね。よいしょ。どういうこと。えい、よいしょ。仕掛けます。当たって当たって。よし、私の番。えい、よし、いつでも行ける。負ける気がしないよ。みんなとなら。どういうこと。いや、よし、いつでも行ける。えい、仕掛けます。よいしょ。はっ、特別はここに。わっ、この力でみんなを守る。思いの力見せてあげる。いつでもいける。でい、よし、いつでも行ける。
ましょう。準備、いつでもやります。私の出番だね。いつでもやります。準備よし。中心に世界を形成する。そうやって生まれたのはいくつもの雫たち。雫の一つ一つは小さくて危うい。だからそれを一つに結集させ、大きな雫にする。窓を伝う結露のように吸収し混ざり合う。思いを一つにすることで雫をより強固にする、そういう考えだった。だけど世界の崩壊は待ってくれなかった。雫たちは無の世界に放り出されてしまった。私の出番だね。ここ
でもいける。ほっほっほっ、よし、いつでもいける。はっ、いつでもやります。キャーキャー、仕掛けます。大丈夫ですか。いつでもいける。よし、いつでもいける。はっ、はっ、はっ、大勝利。やったね。お、えい、当たって砕けろ。あれ、砕けちゃダメか。いつでもいける。でい、いつでもやれます。よし、いつでもいける。キャー、どう動こう。ドーン、当たって、ドーン。いつでもいける。やん、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。えい、気合いよし、元気よし、勝てる。いつでもいける。くらえ、来た。私の出番だ。準備よし、行きましょう。よいしょ、イエーイ。まだ動き足りないな。仕掛けます。当たって。私の出番だね。
私の番。よし、いつでもいける。仕掛けます。準備よし。スーパー、私が支える。完勝です。やりました。えい、私頑張ります。どういうこと。デイ、トイトイ、仕掛けます。私の出番だね。仕掛けます。えい、当たって、よいしょ。いつでもいける。やっ、私の出番だね。ドーン、大勝利。やったね。敵だよ、気をつけて。私の出番だね。よっ、いつでもいける。行きましょう。やっ、やっ、思いの力見せてあげる。この力でみんなを守る。ほっ、特別はここに。私の出番だね。ここ。ここ終わりだ。やっ、私が支える。えい、準備よし。はっ、スーパーアタック。いつでもいける。私が支える。ここ。来た。加護。ここ。まだ。まだ。まだ。
私は前に進める。これが思いの力だよ。大勝利、やったね。このままだと雫は虚無に飲み込まれてしまう。ユズとライムはバラバラになってしまった雫を必死につなぎ止めた。一度手を離せばもう二度と取り戻せない、そんな予感があったから。こうして雫世界の現状が出来上がった。でも結果としてライムたちは思いの力を大きく消費してしまった。ライムは目覚めず、ユズは感情を犠牲にした。みんなも記憶を失った。でも希望を乗せた箱舟、雫世界は完成したんだ。そうだ、あちこちで流れ込んできた思い出、あの記憶がこの世界の始まり。記憶がザラザラしてて具体的に何が起こったのかまではよくわからないけど、でもあの記憶を見て私もあの時のことをちょっとずつ思い出してきたよ。呼びかけに答えたたった数人、それが私たちってことだよね。認めたくないけど、そういうこと。やっぱり肺は止められなかった。私たちが本当に最後の。そんな、私たちは見たくないものでも受け入れたくなくても真実を知らないといけない。最深部に行こう。これからゲートを開くよ。でもユズたちも自分の心を完全に制御できるわけじゃない。心の奥底に侵入しようとすれば当然モンスターからの抵抗に遭う。大丈夫、それは私たちが何とかする。ユズたちは戦えない。だからあとはよろしくね。この先に待っているものが絶望でも私たちは戦うしかない。そうだけど、みんなとなら。さあ、どういうこと？行きましょう。はっ、私の出番だね。はっ、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 この力で、みんなを守る。
に。思いの力見せてあげる。どう動こう。カゴン。この先は雫世界の管理部屋。雫世界がどういう状況なのか見渡すことができる。見渡す、つまりようやく私たちは本当に正しいことを知れるんだね。いろいろな想定外が重なってだいぶ回り道をした。でもようやくたどり着いた。真実を確かめに行こう。これは雫世界の外観イメージだね。これが雫世界だとすれば、あたりが真っ暗なのって何もない、無が広がってるってことだよ。本当にもう私たち以外には何も、誰も存在しないんですか？うん。心のどこかで、そうでなければいいのにって、ずっと思ってました。でも、やっぱり、これが真実なんですね。家族も、友人も、大切な仲間も、もうこの世界にはいない。そんな嫌だよ。私まだ何か方法があるはずだよ。みんなを取り戻す何か。何かって、いや、ごめん、何も考えずに言った。
ぱり私のせいでこんな。違う、ずっと違うって言ってあげたかった。ユズ、ライム、確かに今ユズたちは絶望的な状況かもしれない。大切な人たちを失って、もうユズたちしか残っていなくて、だけどどうにかこの世界で生きてる、生きて希望をつないでる。それってあの日ひなちゃんがライムたちと一緒に決断してくれたからなんだよ。あの決断がなかったら、ユズたちの世界はなくなってたから。ユズ。ライムたちが雫世界に希望を託したのだってそうなんだよ。絶対に無理だって状況でも抗ったのは、ひなちゃんが思いを、世界を、繋いでくれたから。ひなちゃんが繋いでくれた希望を諦めたくない。その思いがあったから、ライムたちは今、ここにいる。ひなちゃん、一人で背負わせてごめん。遅くなったけど、ようやく言える。あの日の決意は、ひなちゃんだけのものじゃない。ひなちゃんとユズたち、三人のものだよ。だから全部三人で分け合おう。これからはライムたちも一緒に背負うから。二人とも、おかえり、ユズ、ライム。ただいま、ひなちゃん。作れそうなものは何を作ろう。材料は足りてるかな。どれにしましょう。どれにしましょう。材料はどれにする。よーし、できた。どれにしようかな。材料は足りてるかな。どの材料を使おうか。どの材料を使おうか。どの材料を使おうか。よし、できた。何を作ろう。これ作ろう。どれにしましょう。どの材料を使おうか。どれにしましょう。よし、できました。何
作ろう。おかげさまで記憶も戻ったよ。私からも言わせて、本当にありがとう。よかった。無事にライムたちの記憶が戻って、いろいろと明らかになったこともある。これまでの状況をもう一度整理するね。前提として、ライムたちは2回の大きな危機に直面してる。1回目はひなちゃんが原種と戦った時、原種が人間を一つに融合しようとした。その時はひなちゃんたちと協力して防ぐことができた。ただ2つ目の危機は原種をリフレクトしたことによって起きてしまった。管理者が不在になったことで不具合が発生した。うん、世界システムはその不具合を解消するため世界を初期化することにした。そうして世界に降り始めたのが灰。世界を消滅させる力を持った粒子だね。世界に積もった灰はその力を蓄えて、ある時一気に解放した。そうして世界は滅びへと向かい始めた。解決策は見つからなかった。だからライムたちはみんなの力を借りてこの雫世界を作った。この小さな世界の管理者になることで不具合を止められないかって思った。でもその考えは甘かった。今もこうしてギリギリ持ちこたえるので精一杯。それでは外の世界に出る意味はなくて、私たちが考えるべきなのはどうやって世界システムによる初期化から逃れて雫世界で生き続けるかということなのでしょうか。前に話したことがあるんだけど、この世界も無限に維持できるわけじゃないんだ。なんとか世界を復活させられないの？時間を巻き戻したりは。確かに世界は一度巻き戻ったことがある。ひなちゃんとみよみよは知ってるよね。けどね、それも世界の不具合の一つだったんだよ。ユズたち人間が意図的に起こすことなんてできない。今問題は二つあると思う。一つは初期化を止める方法。これが解決しないと何も始まらない。もう一つは無に帰した世界を元に戻す方法が存在するのかということだ。どちらも人知を超えた次元の話ね。すぐに解決策は出てきそうにないわ。でも私たちが生きてる限り未来のことを考えることはできるよね。そうだね。どんな状況でも死ななければ抗うことはできる。一旦それぞれ考えをまとめる時間を取ろう。青ちんとうたちん、ちょっと後で話したいことがあるの。屋上まで来てくれる？私たちですか？わかった。
気合い入れてこ。に話をしたいんだけど、聞いてもらってもいい？うん。ユズとライムは顧問の番人だった。顧問は全ての人々の思いが集う場所、言い換えれば全人類の名簿を見られる場所でもある。全人類の名簿？そう。顧問には過去から今に至るまで生きてきた全ての人間のフラグメントの情報がある。でもそこに星崎青なんて人間はいなかった。いない？どういうこと？言葉通りとしか。星崎青という個体はライムたちが暮らした世界には存在しなかったんだよ。じゃあ私は何者なの？わからない。でもわからないことが重要なんだ。わからないことが重要？何それ。アオちゃん、そしてウタちゃん、あなたたち二人はライムたちにとって謎の存在なの。私もですか？謎。そういえば、私、あなたたちのお母さんが今どこにいるか知ってますよ。なんであなたがそんなことを。居場所を調べるなんて簡単です。私、神の力が使えますから。ウタさん、ひよりさんたちに神の力が使えるって話をしてたっけ？ウタちゃんが言っている神とライムたちが言っている神はちょっと違うんだ。ウタちゃんが言っている神は原種のこと、ひなちゃんがリフレクトしたものと同等の存在だね。もう一つの神、例えばキララちゃんが聞く神の声は世界システムからのもの。原種と世界システム、2種類の神がいるのか。正直、ユズたちから見たらどっちも人知を超えた存在だし、神みたいなものだよね。まあとにかく、そういう風にウタチンにも謎な部分が多いってこと。何せ敵だったからね。なるほど。悔しいけど、これまで調べてきた中にこの世界を救う決定的な解決法はなかった。だからユズとライムから見てもよくわからない二人。元の世界に存在しなかった星崎青、ずっと敵対していた駒川ウタ、残る可能性、いや希望は二人にしかないと思った。
でもどちらにもものすごく大きなリスクがある。リスク、私の場合クラックが起こる可能性があるということですよね。うん、次にあの規模のクラックが起きればこの世界が持つかどうか正直わからない。うん、じゃあ私は？アオチンはそもそも心トープが存在しない正規の手段で入ってきたわけじゃないから。そっか、あれ、じゃあ勇気は？ユウキチは正規の手段で入ってきたスパイみたいな感じかな。雫世界が生まれた時一緒にユウキちゃんの心トープもできた。でもアオチンは雫世界が生まれた後途中で裏口から入ってきたみたいな感じだから。なるほど、後から入ってきたから私には心トープがない。だから心トープを作る必要があるんだけど、今から作るとなるとかなり危険な方法になる。危険な方法って？フラグメントを一時的に抜き出す。そうして無理やり雫世界とリンクさせて心トープを生み出す。ただし、フラグメントを抜き出せば心が失われる。え？それってつまり？当然死なせないように最善の努力をする。考えがあるの、ユズ、ライム、それにみんな全員の思いの力をかき集める。そして一時的に抜け殻になったアオちゃんの体と抜き出したフラグメントをつなぎ止める。心と体をつなぐ糸が切れないようにみんなに全力で抑え込んでもらうの。そんなことできるんですか？ユズたちもこんなことやったことないから。どちらかの心トープに行く必要があると思う。もちろん何もわからなければ両方行くことになるけど、アオちゃんの存在がユウキちゃんと同じように世界システムによる罠の可能性は捨てきれない。同じようにウタチンの心トープに行ってユズたちが全滅する可能性もある。でも、もうこれしかない。罠であっても危険でも突っ込むしか道がない。どちらを先に試すかは重要だと思う。今話した通りどっちにも大きなリスクがあるから。リスク？いや、ものすごく簡単な話じゃない？え？アオチ、どういうこと？ウタさんの方は全滅のリスク、私の方は私一人が死ぬかもってことでしょ？なら私じゃん。そんな簡単な話じゃない！アオちゃんが犠牲になるなんて。希望がある時点で私の心は決まってたよ。星崎さん。罠かもしれない。それでも私にかけてくれるんでしょ？なら私もユズとライムを信じる。ウタさんもそれでいいかな？はい。でも星崎さん、本当にいいんですか？うん、
私は希望があるなら信じたい。やってみようよ。わかった。じゃあ、青ちゃんの心トープを開こう。絶対に、絶対に成功させるから。うん。星崎さん、それをOKしたの？みんなに相談したら反対されると思って。勝手に話を進めてごめん。ゆずさん、大丈夫なんだよね？信じてもらうしかないね。青ちゃん、私、リフレクターとしてちゃんと言っておかないといけないと思う。私は思いを抜かれた人をたくさん見てきた。それの結果どうなってしまうのかもよく知ってる。本当に危ないことをしようとしてる。それでもやるんだね。うん、わかった。青ちゃんがそう言うなら。ユズ、ライム、やるからには賞賛があるのよね？ある。でもそれはみんなにかかってる。私たち？みんなの青ちゃんへの思いの大きさ。青ちゃんの心からフラグメントが抜けている間、心をつなぎ止めるのはみんなの思い。もしこれが足りなければ心の糸が切れて青ちゃんは二度と目を覚まさない。ああ怖いな。みんなが私のこと信じてくれなかったら死んじゃうかもな。青ちゃん、心外だよ。青ちゃんへの思いがその程度だと思われてるなんて。よく言ったココロ。そうだぞ、あんまり私たちを舐めるな。わかってる、そう言ってくれると思ってた。うん。ユズ、ライム、私たちは思いを託すことしかできない。だから頼んだよ、青のこと。任せて、ひなちゃん。正直言えば怖いです。でももっと怖いのは星崎さんのはず。私は私にやれる限りのことをします。星崎さんの決意を無駄にしたくない。私にも何かできるでしょうか？できる。人を信じる心に規制はない。はい、ありがとうございます。クナさん、ユズたちも覚悟を決めよう。移動しよう。ユズとライムの心トープに。よろしくね。うん、それじゃあ始めるよ。青ちん、ゆっくり目を閉じて。な、何？しないで。
人との思い出を、楽しかったことを思い浮かべて。楽しかったこと、持ちこたえて、みんな、お願い、止まって。はあ、暖かい。みんなの思いが私をつないでくれている。あーちゃん、おはよう。もう何がおはようよ、心配したんだから。ごめん。でもみんなのおかげでうまくいったんだよね。うん、なんとかなった。なんとかつなぎ止めたよ、アオチンの心。うーん、よかった。体張った甲斐があったね。体調とか大丈夫なの？あ、うん。てか前より元気なくらいだ。そうなんだ。眠っている間、なんだかすごく幸せな気持ちだったんだ。みんなの思いが私の心にも流れ込んできた。それがすごくすごく暖かくて。元気ももらった。ねえ、早速行かない？私の心トープ。え、もう行くの？うん、私自身も気になってるんだ。私が一体どこから来たのか、そして私が何者なのか。青がそう言うなら。よっしゃー、じゃあ早速準備しよう。私の心トープ、何が待ってるんだろう。Thank you.
何を作ろう。これにしよう。任せておいて。どれを使おうか。どれを使う。どれを使う。始めましょう。できた。何を作ろう。これ作ろ。任されました。頑張るわ。任せ。わかった。どの材料。どの材料。どの材料を使いますか。よし、完成ね。すごっ。うんうん、やる。嬉しいです。あなたといるのは。これにしよう。任せとき。任せとき。頑張るね。任せとき。どのどれ。これどの材料。よーし、できた。ありがとう。分かった。でも、ええ。星崎さん、今大丈夫ですか？実は試してみたいことがあって。うん、もちろん。ありがとうございます。では少し付き合っていただけますか？ウタさん、試したいことって？しまったようですね。うん、いきなりだったからちょっと。もしかして試したいことってこれ？はい、実は先日読んだ本にこうしたシーンが出てきたんです。それってこの前図書室で見てたやつかな。それで同じように試してみたら感情に何か変化があるかもしれないと思いまして。そっか。で、どんな感じ？恋愛もののシチュエーションを試すのはなんだかドキドキするけど、ウタさんがこんな風にいろいろ試してみるのってすごくいいと思うからいいか。
そうですね。読んだ本に書かれていた感情とは違うと思いますが、手をこうしてつなぐというのは想像したよりずっと心地よいものなんですね。心地よい？はい。星崎さんの体温と感触が伝わってきて。そんな風に言われるとこっちまで意識しちゃうんだけど、ふたさんの手ってすべすべしてて柔らかくて、あれ？なんか照れくさいような嬉しいような、なんかドキドキしてるんですけど、こんなのふたさんにバレたら困る。こうしているとなんだか穏やかな気持ちになります。そっか、バレてなかった、よかった。あ、でも実は私恋ってしたことないからさ、私も恋って感情をよくわからないんだよね。お話の中にはよく出てくるけど、そうなんだって感じ。私もそうだから、物語をうまく楽しめないんです。あ、私もキャラの気持ちが全然わからないと、もうわけわかんなくて読めない。星崎さんもそうなんですか。あの時の歌さんは、私も歌さんと同じように感じるんだって嬉しそうにしてくれてた。私の感じてることが歌さんに伝わったら、あの時みたいに喜んでくれるかも。あ、いやでも一緒にドキドキしたらやっぱまずいよね。歌さん、何かわかった？そうですね、やっぱりよくわかりません。ただ手を重ねた時の星崎さんの様子がなんだかとても楽しかったです。よかったらまた手をつないでくださいね。では。はあ、とりあえずホッとした。でも歌さん、あんな笑顔を見せてくれるようになったんだな。私の知らない私。どうでしょうか。よし。どうでしょうか。よし。よし。何かに使えそう。そうね。ああ。
私、行きたいところがあるんです。
また誘ってくださいね。